大学合格実績水増し問題とは、高等学校、中等教育学校、予備校などの教育機関が、大学の合格者数を実際の人数より多く見せることである。一人の受験生に複数校、複数学科を受験させ、その受験生が合格した学校、学部、学科の数を合格者の人数として表示するという手法が発覚し、 マスメディア等で大きく取り上げられた。他の手法による水増しもある。大学側としては一人の受験生に複数校、複数学科を受験させることによりそれだけの受験料収入を確保ができるから、景品表示法違反であっても歯止めが効かない。第二次ベビーブームで1980年代に設立された高等学校、少子化により、教学化した高等学校は、 進学実績が乏しいため、大学合格者数を水増しせざるを得ない状況になっている。2007年、学校法人大阪学芸の大阪学芸高等学校で、成績優秀な男子生徒一人に、学校側が受験料を負担した上で、積赤同率の73学部、学科を受験させていたことが発覚した。合格人数は、延べ人数で示されるため、 一人の生徒が複数の学部、学科を受験して合格した場合、その合格した学部、学科の数が合格者の人数として反映されることになり、それを利用したものであった。さらに一部生徒に現金5万円と腕時計を送っていた。一人で73もの学部、学科を受験できたのは、大学入試センター試験の成績だけをもとに合否を、 判定する募集枠を利用したためであった。系列の大阪学芸中等教育学校も、席々起動率の合格者数は218人となっていたが、このうちの178人は、学校から受験料を負担された上で複数を受験した7人による実績であった。発覚した結果、理事長、校長は隕石辞任し、役員も給与カットの制裁を受けた。後に、 数多くの高等学校、中等教育学校が合格実績において同様の手法による水増しの数字を公表していることが発覚し、大阪府では府内の私立高校の3割にあたる31校での実施が見られた。2012年には読売新聞で有名新学校ではグマーチの合格者数が卒業者数を超えてしまい、 見かけ上の進学率が100%を超えている事例もあるされ、改善に至っていないことが報道された。ありがとうございます。